こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー146です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。ABC の順番で紹介します。すべてきなりガラスで作りました。A は渦巻きが1つです。B と C は渦巻きが2つです。 使用したバーナーです。理系材はキナリガラスのファインリリースを使用しました。改めまして A からスタートします。A で使用したガラスです。C15W を溶かしています。炎から出しました。40秒ぐらいで硬くなりました。C33M の細引きを貼り付けます。 土台を固くしておくと細引きをスムーズに貼り付けることができます。千枚同士で中心へ寄せます。3本から4本ぐらいの線が良いと思います。今回は4本です。千枚同士で中心へ寄せます。先端を少し取り除いて中心をわかりやすくします。溶かします。 ガラスの先端に炎を当てます。ゆっくり回転させるとよじれて渦巻きになっていきます。時々炎の外に出しながら溶かします。先端をピンセットでつまんでガラス棒を回転させてねじります。一気にねじるのではなく、数回に分けてねじります。ねじるときは炎から出してねじっています。こちらの渦巻きは裏側になります。 たまにしたとき見えなくなります。細引きを接続したら反対側をタイルカッターで切ります。先端をピンセットでつまんでガラス棒を回転させてねじります。炎から出して模様を確認しながらねじっています。ピンセットで挟んで折ります。もし折れにくい場合はピンセットを水で冷やしてからガラスに触ると折れやすくなります。 たまにしたとき、この渦巻きが表の模様になります。先端に細引きを接続したら、反対側をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。渦巻きパーツが完成です。理系材を一旦真っ赤にします。渦巻きガラスの先端を少し柔らかくしたら、ステンレス棒に乗せる感じで接続します。タイマーがスタートします。 炎の外で固まるのを待ちます。安定したら逆さにしてガラス棒を溶かして切り離します。約17秒でガラス棒を切り離しました。この塊を溶かしてステンレス棒に巻き付けていきます。渦巻きの先端をつまみ取ります。優しく押します。強く押すと理系材が剥がれる可能性があるので、理系材に 負担をかけないようにガラスを柔らかくして優しく押さえます。少し溶かしてはコテで押さえる。少し溶かしてはコテで押さえるを繰り返します。両側から中心へ向けて押します。慌てずに少しずつ丸くしていきます。だいぶ丸くなりました。左官後手の上で転がして長方形にします。 さらに長方形にします。全体を温めています。炎から出してガスを止めました。35秒後にパーライトに入れてゆっくり温度を下げます。2時間後に取り出します。完成品です。 寸法です。色違いで作ったものを紹介します。きなりガラスの A1 と A18 で作りました。次は B です。A は渦巻きが一つでしたが、B は二つです。使用したガラスです。A3 インターナショナルの丸型予熱台をネジで固定します。クリップをつけます。 このカバーの作り方は動画赤色の108の B で紹介しています。A の時と同じです。土台を固くしておくとスムーズに細引きを貼り付けることができます。先端を少し取り除くと中心がわかりやすくなります。ガラスの先端を炎に入れながらゆっくり回転させます。よじれて渦巻きになっていきます。先端をピンセットでつまんでガラス棒を回転させてねじります。 こちらの渦巻きは裏側になります。玉にしたとき見えなくなります。細引きガラスを接続したら反対側をタイルカッターで切ります。ガラス棒を回転させてねじりながら取り除きます。玉にしたときこの渦巻きが表の模様になります。細引きガラスを接続したら反対側をタイルカッターで切ります。残ったガラスを溶かして取り除きます。 カバーの先端が少し赤くなるぐらいの位置に移動します。渦巻きガラス全体を温めたらタイルカッターで切ります。カバーの中に入れて温度が下がらないようにします。一つ目の渦巻きガラスを温めながら同じものをもう一つ作ります。ガラスの先端を炎に入れながらゆっくり回転させます。よじれて渦巻きになっていきます。 先端をピンセットでつまんでガラス棒を回転させてねじります。こちらの渦巻きは裏側になります。玉にしたとき見えなくなります。細引きガラスを接続したら反対側をタイルカッターで切ります。ねじりながら取り除きます。模様を確認します。玉にしたときこの渦巻きが表の模様になります。 先端に細引きガラスを接続したら、反対側をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。二つ目の渦巻きパーツが完成です。理系材を一旦真っ赤にします。渦巻きガラスの先端を少し柔らかくしたら、ステンレス棒に乗せる感じで接続します。タイマーがスタートします。炎の外で固まるのを待ちます。 安定したら逆さにしてガラス棒を溶かして切り離します。約26秒でガラス棒を切り離しました。渦巻きの先端を少し取り除きます。カバーを外します。細吹きガラスと渦巻きガラスを接続します。渦巻きガラスの先端を柔らかくしたらステンレス棒に接続します。炎の外で固まるのを待ちます。 安定したら逆さにしてガラス棒を溶かして切り離します。渦巻きの先端を取り除きます。上下左右から押さえて縮めていきます。丸くしていきます。強く押すと理系材が剥がれる可能性があるので、理系材に負担をかけないようにガラスを柔らかくして優しく押さえます。少し溶かしてはコテで押さえる。 少し溶かしてはコテで押さえるを繰り返します。だいぶ丸くなってきました。左官後手の上で転がして整えます。ネジを緩めて丸型予熱台を外します。左官後手の上で転がして長方形にします。先端を柔らかくして左官後手の上で転がします。反対側の端を柔らかくして左官後手の上で転がします。 角張っているところを丸くします。左官後手の上で転がして、角張っているところを丸くしています。全体を温めています。炎から出してガスを止めました。37秒後にパワーライトに入れてゆっくり温度を下げます。2時間後に取り出します。完成品です。 寸法です。次は C です。B と同じです。渦巻きが2つあります。使用したガラスです。A と B は細引きガラスを使用しましたが、C では通常の太さのガラス棒を溶かしながら線を作りました。A と B は線が4本でしたが、C は3本です。ガラスの先端を炎に入れてねじります。 A と B では先端をピンセットでねじりましたが C、C はピンセットでねじっていません。C はピンセットでねじっていません。C はピンセットでねじっていません。この後の工程は写真で紹介します。上下左右から押さえて丸くしました。改めまして完成品です。 先ほども言いましたが B はピンセットでねじりました。C はピンセットでねじっていません。継ぎ目の違いをご覧ください。左は A です。ピンセットでねじりました。右はピンセットでねじっていない玉です。こちらも継ぎ目の違いをご覧ください。 再度お伝えしますが、A で使用したカバーの作り方は、動画赤色の108の B で紹介しています。作業開始前にクリップの角度を調整して、カバーが安定する位置を確認しておくと良いです。作業中熱くなっていてもピンセットなどでクリップの角度調整はできます。温めるときはカバーの端が少し赤くなるぐらいの位置が良いです。実際に使用している場面です。 カバーの端が少し赤くなっています。これで動画ナンバー146を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。